こんにちは、コメゾンケアリストの吉原大輔です。今回は仕事のストレスなどで頭がモヤモヤしている方におすすめの頭皮マッサージの方法をお伝えいたします。非常に簡単で頭がすっきりしますので、ぜひお試しください。それでは行ってみましょう。頭皮マッサージの際にはホホバオイルなどを使用したりしますが、私はハーブマジックのグロスクリームを使用したいと思います。生え際はおでこに沿って両手の指を置きます。この時親指は耳の上あたりです。指の腹を使って上下に動かします。頭頂部は頭皮を真ん中に寄せるイメージで円を描きながらマッサージします。側頭部は耳を覆うようなイメージで、親指は動かさずに他の指で円を描くようにマッサージします。頭皮マッサージの注意点が3つあります。1つ目は爪を立てて頭皮を傷つけないこと、2つ目はあまり力を入れてマッサージをすると頭皮に負担がかかります、3つ目は長時間マッサージを行わないことです。マッサージの時間は5分程度で、どんなに長くても10分以内にしましょう。頭皮マッサージは自宅で気軽にできますし、頭がすっきりしてコンディションも上がりますので、ぜひお試しください。それでは今回のおさらいをしてみましょう。手にオイルや頭皮ケアクリームを塗り全体に伸ばします。生え際はおでこに沿って両手の指を置きます。この時親指は耳の上あたりです。指の腹を使って上下に動かします。頭頂部は頭皮を真ん中に寄せるイメージで円を描きながらマッサージします。側頭部は耳を覆うようなイメージで、親指は動かさずに他の指で円を描くようにマッサージします。マッサージの際は爪を立てないこと、力を入れすぎないこと、長時間行わないこと、この3つに注意しましょう。それでは今回は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。